くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さっちゃん見てるくるぶしです。はい、ありがとうございます。くるちょもチャンネル東京でくるぶしがあなたの夜を独り占め。今回の企画はですね、前はここに金髪がついてたんですけども、少し前にボブにして、今はもうほんと黒一色でですね、落ち着いてる感じで、まあいいとは思うんですけれども、久々にちょっと染めてやろうかなと思います。なんで今こう染めようかなと思ったっていうのは、実はですね、僕の先輩の、俳優さん、まあ僕は俳優じゃないんですけど、先輩にですね、原幸穂さんっていう、女優の方がいらっしゃいまして、まあすごく可愛がっていただいて、まあ最近はちょっとお会いできてないんですけれども、その方のね、インスタをフォローしてるんですが、原幸穂さんが最近、インスタに載せてた髪色がもう可愛くて可愛くて、うわ、これは真似してえなという感情が芽生えてきまして、今回はですね、その原さんの髪色に挑戦してみたいと思います。ご本人さんは伺ってないんであれですけど、美容室とかで多分やられたと思うんですよね、くるぶしが。それにどれだけ近くなれるか、チャレンジしていきたいと思いますので、皆さん見守ってください。それでは行きましょう。レディゴー。くるくる。改めてなんですが、この原幸穂さんがどういう髪色をされてるか、写真使って OK だよって、お返事いただいたので皆さんにご覧いただきたいと思います。それがこちらです。めちゃくちゃ可愛くない？もう一枚ほい。もう一枚ほい。めちゃくちゃ可愛いでしょ。人類の半分ぐらいこの髪色にした方がいいと思う。今回ね、使う染め粉がですね、2種類。僕が使おうと思って使ってなかった、こちら1種類目、ギャッツビーの EX ハイブリーチ。大体僕はね、これでいつも染めてるんですけど、正直ね、あんまり思い通りになれない。まあいつもちょっとなんか不満はあるんですよ。もうちょっとね、まあ髪質にもよるんだろうけど、僕はね結構もう白に近い金にしたいんだけどね、まあなんかちょっと茶ばっちゃだなっていう感じ、まあでも一応これを先に使いまして、今日はですねもう一種類、買ってきました。それはこちらです。じゃん。ホーユーのベースアップブリーチ、これなんですけど、なんかすごい白くなりそうと思って、なんかすごく色が抜けそうで、ちょっと初めて買ったんですけど、ちょっとこれを使ってみたいなと思います。ちょもちょも。どれだけ近くなれるか分かりませんが、今回はもう完全に、嫁にやってもらう感じなんでね、ちょっと上半身も脱がないといけないんで、ここから先はちょっと お見せすることはできないんですけど、じゃあ今からその染め上がったビフォーアフターにジャンプしてみたいと思います。はい、それでは行きましょう。おいしょ、おいしょ。はい、できました。原幸穂さん風、これなんていう髪型なんだろう。めちゃくちゃ良くない？俺さ、ちょっと横だけ染めるって思ったら、俺天山ひろよしみたいになるかなと思ったんですけど、思いのほかね、うちの嫁が頑張ってくれまして、かなり目指してるものになって、ほら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 、めっちゃいい。めちゃくちゃいいでしょ。ちょっと成功しすぎて笑えないんですけど、今回髪染め大成功で終わりました。やった。くるちょもチャンネル、今回はですね、幸穂さんの、髪色に近づけたいくて、ちょっとね、頑張ってるんですけど、この髪色はですね、本当にただパクリなんで、髪色が今されてる方いっぱいいらっしゃると思うんですが、僕は完全に原幸穂さんの、パクリなので、原幸穂さんすごく、素敵な方なんで、インスタとかね、
ツイッターとかやってらっしゃるので、ぜひフォローしてください。今回はですね、先輩の原幸穂さんの髪型パクってみたお送りしました。ありがとうございます。さっちゃん会いたい。